録画しないといけないですね。はい。で、ですね、計算理論の話をする前に、まず、事務的なことから話していくんですけども、まず、この講義っていうのは何をするのかっていうと、計算理論の講義です。そのままなんですけども、まあ、Theory of Computation というふうに英語では言ったりします。計算理論のことをですね。で、計算理論はですね、大きく分けて2つの部分から、計算理論という分野は、大きく分けて2つの部分分野からなってまして、1つは、この計算可能性理論と言ってるものです。はい。で、もう1つは、その下にある計算複雑性理論とか、計算量理論と呼んでいるものです。で、まあ、この2つはですね、ちょっと、まあ、味わいは違うんですけども、まあ、どちらも重要な計算理論の分野で、この1学期間で、この双方の、まあ、本当に触りというか、基礎的な部分をやっていきますということになります。で、前半はこの計算可能性理論の方をやります。で、私が担当します。で、後半は計算複雑性理論の話になりまして、こちらは田類先生が担当します。はい。それで、ですね、まあ、スケジュール、前半のこの計算可能性のことをやるところでの、まあ、流れなんですけども、まあ、流れを言ってもしょうがないかもしれませんけども、重要なのは、学事歴上ですね、10月22日は、体育祭になっていて休みになってます。本当に体育祭やるのかどうか私知らないんですけども、まあ、学事歴上休みになっているので、この講義も休みになります。あ、で、ちゃんと言っておかなくてはいけないのは、この講義、リアルタイムで基本的にやるんですけども、皆さん自身は別にリアルタイムで参加する必要はないです。必要はないですけども、リアルタイムで参加した方が良いです。で、この講義はですね、録画しているので、終わった後にビデオとして皆さん見れるようにするんですけども、まあ、ちょっとした時間の、ちょっとっていうかだいぶかもしれませんけども、その時間の差が出たりとか、あるいはそのリアルタイムで来ていただければ、質問もすぐにできますし、いろんな受け答えも即座にできますので、まあ、その方が望ましい。その方っていうのはリアルタイムで受講した方が望ましいという形になります。で、一応、まあ、前半は11月26日まで、11月いっぱいまでを前半として、12月からが後半の田類先生の部分になります。で、田類先生の、後半の進め方は、また田類先生から連絡があると思います。で、このように、同じズームのミーティングを使わないかもしれませんし、同じ Google Classroom を使わないかもしれませんし、使うかもしれませんし、そこら辺のことは、まだ、決まってないというか分かりませんので、その後半になる前にご連絡するか、あるいは、シラバスを通してご連絡するとか、いろんな形がありえますけども、何らかの形でご連絡します。で、情報ですね。教員の私です。岡本です。で、講義資料は、一応、クラスルームの方でも、クラスルームって言ってるのは Google クラスルームですね。Google クラスルームの方でも、逐一、ストリームの方で流そうと思うんですけども、一応、ここに書いてある、URL ですね。まあ、こちらに来ていただければ、全部揃ってる。全部と言っちゃってるんですかね。公開しているものは揃ってるような形になります。で、今、その画面でお見せしているようなスライドは、スライドもこちらで入手できます。で、それらは、皆さん、必要ならば自分で入手をしてください。講義前日の夕方18時までにこちらに置きますので、まあ、そのように、確認してください。で、こちらにはどういう資料があるかというと、まずスライドですね。スライドっていうのは今この画面でお見せしているスライドそのものです。あと、印刷した方が良いという人もいるかもしれませんけども、その場合はこの印刷用スライドっていうのがあります。8枚のスライドを1ページに収めたものです。はい。あと、演習問題という紙と、用語集っていう紙があります。でですね、まあ、演習問題っていうのは何なのかってことは後で説明しますけども、用語集っていうのはただ単に、用語集です。その講義に現れていた用語の漢字の読みと対応する英語が書いてあります。割とですね、皆さん漢字を正しく読むってことはできません。
それは皆さんって言ってるのは日本人が、専門家であっても。なので、その、用語に対して、その漢字と日本語が書いてあります。で、英語も書いてあります。そのようなものがあります。で、基本的に講義で使うのがこのスライドだけです。だから演習問題とか用語集っていうのは、ただ単に皆さんの自習用にあると思ってください。で、講義の進め方なんですけども、まず、90分あったとして、残り5分、85分ぐらいは、このスライドで進めます。ちょっと板書って書いてあるのは、これは間違いで、これは何でしょうね。対面の場合は板書なんですけども、まあ、板書、このスライド上にこう書くことはあるんですけども、まあ、これを板書というかとかちょっとわかんないので、まあ、書くことはあります。で、まあ、皆さん、スライドとかですね、これ公開してますから、その上に、メモ取っていただいてもいいですし、別に、まあ、取らなくてもいいですけども、そこは好きなようにやってください。あと、質問があるときは、先ほど紹介した通り、コメントスクリーンで、コメントとして流していただければ、できる限りその場で答えます。はい。で、これが講義ですね。で、最後5分が重要で、ですね、コメントを Google フォームで提出するってことをしてください。これは、出席を取るわけではなくて、このコメントは匿名で集めているはずになります。ちょっと私がちゃんと Google フォームの設定をうまくできているかどうか自信がないんですけども、まあ、その第1回は試しでやってみますので、もしかしたら匿名にならないかもしれませんが、匿名にしているつもりです。で、それに対して、何でしょうね。まあ、コメントって言ってるのは、授業の感想とか、まあ、授業の質問とか、まあ、雑談でも、あと、要望とかですね、何でもいいんですけども、何か書いて、最後、終わるようにしてください。で、そのコメントに対しては、そのコメントと、私からの回答を匿名で講義ページに掲載します。で、それで、まあ、できる限り皆さんとやり取りしたいという感じで進めていきたいと思ってます。はい。で、オフィスアワーは、で、まあ、質問できるようにしたいんですけども、ちょっと今のところ、どの時間帯をオフィスアワーにするのかってことは決まってないので、今のところアポイントメントによるという形にします。ので、質問がある場合は、まあ、メールなどで、事前に問い合わせというか、時間調整をして、その時間に合わせて、まあ、遠隔であるか、まあ、対面であるかというのも、その希望があると思いますので、それによって、質問などあれば、その時間に行うという形にしたいと思います。ここまで何か聞きたいこととか、わからないこととかありますか？よろしいですか？はい、じゃあ、進めていきますね。途中でもいいので、どんどんコメントとかで止めてください。で、先ほどその演習問題があるって言ったんですけども、演習問題っていうのはその一つの PDF、紙になっています。で、それを見ると、まあ今日の場合は、この復習問題が一つ、補足問題が一つ、と追加問題が一つ、まあしかないというか、それがその PDF に書いてあります。まあ場合によってはそのもっとたくさん問題がある場合もあるかもしれませんけども、今日はその3つだけになっています。で、その復習問題と言っているものは何かというと、講義の中で取り上げた内容をそのまま反復しています。だから講義の中で全部説明されたもの。言うなれば講義スライドに回答が書いてあるようなものを、まあ、問題として書いているということですね。で、補足問題というのは、まあ、講義で扱ったり、内容を述べたりしているんだけども、その詳細を講義では扱わなかったので、それを演習問題として補足していると。補足して皆さんにやってもらいたいなと思っているものを補足問題というふうに言っています。で、追加問題っていうのは、まあその二つのどちらでもないもの。だからまあ新たに追加して、出題しているような問題のことになります。まあ普通の演習問題という感じですね。で、まあ発展問題っていうのもあるんですけども、それはちょっと難しいかもしれない。まあかもしれないっていうのは、まあ難しいか難しくないかっていうことを、判断するのは主観なので、まあ、私がもしかしたら皆さんには難しいかなと勝手に想像しているものを発展問題としています。だからもしかしたら難しくないかもしれないし、発展とついてないから、発展問題じゃないから簡単であるとも言えない。
ので、そこら辺はあんまり気にしないでいただきたいんですけども、たまにそういうことがあるということです。でですね、演習問題は何のためにあるかということをまず言ってなかったですけども、これ皆さんの自習用です。自習用であって、これ、演習問題、やろうがやらまいが、皆さんの成績変わりません。はい。で、だから演習問題を、やって、やりっぱなしでもいいし、演習問題を解いたら、それをレポートとして提出してもよいです。この、してもよいっていう日本語をちゃんと理解していただきたいんですけども、つまりこれしなくてはならないわけじゃなくて、皆さんはする権利を持っている。というだけです。で、毎回そのレポートには提出締め切りがあります。各回にて指定と言ってますけども、だいたい1週間後のこの授業の始まる時間とか時刻ですね、始まる時刻がレポートの提出締め切りになります。はい。で、次の項目ですね、重要ですね。レポートは採点されないです。だから、レポートはですね、提出しても皆さん0点です。いくら、提出しても、一点にもなりません。その成績に対して。成績に関連するんですね。だからそれを承知の上で皆さんが、自分でやって出したかったら出してもよいということになります。で、レポートにはコメントが付けられて返却される。ちょっと返却の方法は私もちゃんと分かってないんですけども、できる限り簡単に返却できるようにしたいと思います。で、返却された内容については再提出ができる。再提出されたものに対しても、コメントをつけて返却します。フィードバックされます。これはコメントに対するお答えになります。で、再提出の場合も、締め切りは原則なしです。はい。だから、基本的に1週間以内にやってほしい。で、再提出する場合は、いくらでもという感じになります。はい。ここまでよろしいでしょうか。だから、演習問題は基本的に、各回の演習問題は皆さん自身のためにあると思ってください。はい。だから私にとってみても皆さんが出そうが出さないが、構いませんので。はい。よろしいですか。で、評価っていうのは、成績評価ですね。成績評価について話を先にしておきます。先というのは、授業の始めにしておきますと、まずですね、全体の評価の話があります。前半と後半と分かれてますので、その前半と後半どのように、統合するのかというと、まずその前半の部分と後半の部分で別々に評価が行われます。評価が行われます。で、その評価を合算して全体の評価とします。ですか。だから、私の部分、前半の部分の何かしら評価法があって、後半のタリー先生の部分の何かしらの評価法があって、それを最終的に合わせる。という形になります。これは全体の評価です。ですね。で、全体の評価で。で、前半の評価。前半ですよ。私の担当部分については、レポート1回になります。先ほど、演習問題のレポートのことを言ったんですけども、それは皆さん出そうが出さないが構わないものです。しかし、この、評価のためのレポートは皆さん必ず出さなければならないものになります。出さなければ0点。出しても0点である可能性ありますけども、出さなければ0点です。はい。で、1回のレポートがあります。で、出題形式を先に言っておきます。こんな感じですね。4問なんか出てきます。で、それを全部に回答するというレポートです。どんな問題なのかまだ考えてませんけども、4題ぐらい。ごめんなさい、4題。のものにすると。で、1題25点満点で100点満点になると。という形のレポートを想定しています。レポートがどういうものかとか、レポートをどのように提出してほしいのかとか、レポートにどのように取り組んでほしいのかということは、また、授業の時に、後日説明します。ここまでいいですか？はい。では、進んで、ですね、教科書なんですけども、特にありません。特にというか、特にない。特にないと、できますね。で、今、その下に参考書を4つ挙げてるんですけども、基本的にはですね、この一番、どう言えばいいのかな。一番上の、この、鹿島先生の C 言語による計算の理論っていう本と、3つ目の、ウェシュニングの
テオレティシ・インフォマティークっていう本の内容を割と追って話を作るという講義になります。で、問題は何かというとですね、この3番目の本はですね、これドイツ語で書かれてるんですよ。で、皆さんにこのドイツ語の本を参考書としてこう挙げるのはいかがなものかと私も思うんだけども、残念ながらですね、この本の内容に書かれてるようなことをそのまま書いてる日本語の本とかですね、英語の本がちょっと見当たらなかったんですね。だから、ちょっと、ドイツ語の本を参考書としてあげて、しかもそれに沿って授業するというわけのわかんないことをやるように思われるかもしれないんですけども、でも一応、この講義の内容はこの講義の内容で閉じるようにしますので、その点はご安心ください。で、だから、もしこの講義を聞いてよくわかんなくて自習したい場合に、じゃあこのドイツ語の本を読めと私が、言えないので、わかんないところはいろいろと質問してもらうとかって感じになると思います。で、一番上のその中島先生の本にも割と従うんですけども、ただ、この、講義では C 言語を使うわけではないという形にしたくって、その使う言語がこの3番目の本に書かれている言語に近いものになるのかなというふうな感じでいるので、だからその2つの本のですね、折衷のような形の話になります。そういう意味では、この2番目の渡辺先生の本は、このウヴェ・シュニングのドイツ語の本の内容に割と近いんですけども、ちょっと内容がそれよりは難しい感じがします。はい。で、4番目の本は、これは計算理論の標準的な教科書としてよく使われるんですけども、今日話したの計算モデルの話がちょっとあるんですけども、その計算モデルが、この講義で使っている計算モデルと違うので、参考書には挙げてるんですけども、これに沿ってやるわけではないという形になります。で、もう一つですね、この4番目の本の、を使うことを躊躇させる部分があって、それ何かというと、このですね、4番目の本において、計算可能性理論の話をするためには、割とですね、オートマトン理論とか、形式言語理論のことを理解している必要があります。でですね、皆さんが形式言語理論とかオートマトンのことをどれぐらいご存知なのかってことについて、私が自信ないんですよ。で、私も自信ないし、おそらく学生の皆さんも自信ないし、もしかしたら履修してないかもしれないっていう可能性も、履修してないということもあり得るんですよね。だから、あまりちょっとそれに沿っていく、それというのは、この4番目の方に沿っていくような形にはしないことにしました。ちなみに皆さん、形式言語理論とかオートマトンとかって授業は履修してますか？ちょっとコメントかなんかで反応してもらえると嬉しいですけど。してる人が多いけど、してないこともあるという感じですね。はい。履修した人は、例えば、正規言語の反復補題って知ってますか？書きますけど。ちょっと書けなかった。パンピングレンダーですね。パンプ補題とか、ポンプ補題とか、ということがありますけども、正規言語じゃなくて正則言語ということもあるかもしれませんけど、そうですね。今のコメントだと、やった、やらないとかっていう、ちょっと、そこも意見が分かれているかも感じがするので、割と、反復補題っていうのは、あれですね、オートマット形式言語理論を勉強するときに、核となる定理の一つなんですけども、だからそれすらちょっと危ういので、だからあんまりそのオートマトとか形式言語のことを前提にしては進められないかなというふうに思って、この後やっていくような計算理論の、計算可能性理論の話の流れになっていきます。ちょっとそれはちょっと余談だったんですけども、ちょっと授業に入っていくんですけども、じゃあ先に今日の目標を言いますね。まずですね、ちょっと
ガイダンス的な話になるかもしれませんけれども、まあ、その計算理論っていうのは何なのかってことをご紹介したいっていうのが今日のまず初めの話です。で、それでまあこの講義の目標を明確にします。ということが1点目。で、もう一つの部分は、ここはちょっと数学っぽくなるんですけども、部分関数っていうのがあって、まあ、その復習をします。まあ、これ復習と言っておきながら、部分関数って言葉を聞いたことがない人もいるかもしれないので、ちゃんと定義をしていきます。はい。で、ポイントってありますね、ポイント。何かっていうと、計算という現象がある。計算というのは現象なんです。例えば、なんか、日が昇って沈むって、これ、現象ですけども、これ、まあ、天文現象なのか、物理現象なのか、ちょっとわかんないですけども、まず、現象がある。あるいは、なんだろうな。まあ、まあ、そういうようなことですね。なんだろうな。まあ、そういうことですね。で、そういう、現象っていうのは、計算にもあるんですね。で、コンピュータサイエンスっていうふうに、その計算が現象なので科学の対象となるというのが重要です。その物理現象を対象にするのが物理学で、生命現象を対象にするのが生物学でとか、まあ、そういうふうになる。天文現象を対象にするのが天文学でとか。で、計算という現象を対象にするのがコンピュータサイエンスになります。こちらですね。こっちの人ですね。コンピュータサイエンスというのは計算という現象に対する科学です。で、皆さん、まあ、コンピューターサイエンスっていうのは何だと思ってるかってことは、人によるかもしれませんけども、まあ、それが何なのかっていう話もちょっと後でしてきます。で、注意が人にあって、コンピューターサイエンスっていう英語に似てるものに、コンピューテーショナルサイエンスっていうのがあります。左側ですね。で、コンピューターサイエンスは英語でもコンピューターサイエンスなんですけど、計算科学、コンピューテーショナルサイエンスっていうのが、そのコンピュータサイエンスとは違うものなんですね。コンピュータサイエンスは何なのかってことは後でやろうと思いますけども、コンピューテーショナルサイエンスっていうのは、計算を用いる科学のことを言います。だからその計算という現象に対する科学ではなくて、計算を使って別の科学を探求するっていうのが計算科学です。例えば、その数値シミュレーションを行うことで、物理現象を解明するとか、生命現象を解明しようとするっていうのが、計算科学です。で、それと、コンピュータサイエンスは違います。ので、ちょっとした、まあ、言葉の違いなんですけども、内容は大きく違うので、その点は注意してください。よろしいでしょうか。で、今から、やっていくんですけども、25分ぐらい。やって、まあ、ここから本題に入るんですけど、もうこの時点で、まあ、この授業を受けるのやめようかなという方は、まあ、ここで、脱落というか、退出してもらってもいいと思いますし、まあ、あと1時間ぐらい付き合ってもいいかなっていう人は、このまま、いていただいてもいいんですけども、ですね、いかんせんですね、私、30分ぐらい喋るとですね、疲れるんですね。で、ちょっと休憩が欲しいんですよ。で、まあ、ここちょっと切りがいいところなので、ここで、3分ぐらい休憩をしたいと思います。で、休憩に対しては、タイマーがあって、タイマーで、お知らせするので、この3分ですね。今から3分休憩にしますので、じゃあまた3分後に、やるという形になります。じゃあ、休憩スタートします。休憩中でも何か質問があったらコメントで流していただいても、休憩後に対応するので、自由にどうぞ。
はい、じゃあ時間ですので、休憩終わりで、何でしたっけ、続けやっていきますけども、質問に答えるとですね、我々夏休みあったかと言われるとですね、夏休みはですね、あるんですね。あるというのはですね、強制的に休まされる日というのがあります。夏季特別休業っていうんですけど、そういうのがあって、8月の終わり頃でした。ちょっと日付は忘れましたけども、何日かありました。はい。あとですね、我々、有給を年に何日か取らないといけないという、縛りもあって、で、夏休みとかですね、そこら辺に合わせて、そういう有給を取る先生も多いかなと思います。私は有給、夏には取らなかったですけど、そういう形になってます。あとですね、演習問題のレポートについて提出形式方法の指定などありますかということなんですけども、特にないです。なんだろう。学籍番号と氏名を書いていただければ、どんな形でも構いません。最終的には、Google Classroom の方に、提出するフォームが出てるので、何でしたっけ、課題か何か、ちょっと忘れてしまったんですけども、任意レポート提出というところがあるので、そこで第1回レポート提出というところを開いていただくと、そのレポートを提出するフォームが出てきますので、それを使って提出していただくという形になります。よろしいでしょうか。はい。じゃあですね。まず、じゃあ、初めの話題、計算理論と計算機っていうふうに書いてますけども、何なのかってことですね。まず、重要ポイント、いきなりいきますけど、赤ですね。計算理論は、計算機の理論ではない。これは重要ですね。だから、この授業は、計算機の仕組みとか、そういうものをやるものではないということですね。で、下に中があって、中がどれぐらい大事かどうかちょっとわかんないです。もう書いちゃったんで読みますと、コンピュータサイエンスの訳語として、計算機科学とか、テオリティカルコンピュータサイエンスの訳語として、理論計算機科学を当てることがあるけれども、それらが計算機の科学であると誤解されることがあるため、この訳語を嫌う専門家もいる。だからですね、今この一類に4つプログラムがあって、4つ目って言っちゃいけないですね。4つプログラムがあって、そのうちの1つのプログラムはコンピュータサイエンスプログラムっていうんですけども、その前身は計算機科学科っていう学科があったんです。その前身というとだいぶ前ですけど、この電気通信大学の歴史の中で計算機科学科っていう、学科があったんですね。で、計算機科学っていう、日本語自身はコンピューターサイエンスの略語であるというふうに考えられるんですけども、計算機科学っていう日本語もちょっと堅苦しいなっていう感じもしますし、実際コンピューターサイエンスは計算機の科学なのかって言われると、そうでない面もあるわけですね。計算機が科学の対象になるのかどうかってことは、またちょっと議論があるかもしれない、ね。ですけども、なぜなんだろうな、電気通信大学が計算機科学という名を捨てて、コンピュータサイエンスという名を使うことになったのかという、ちょっと経緯は知らないんですけども、見かけ上は、我々この計算機科学という名前は捨てて、我々ってその電気通信大学ですね、捨てて、コンピュータサイエンスという名前を使うようになったという感じになってますね。だから、それはこの訳語を嫌ったからかどうかはちょっとわかんないんですけど、そう関係があるかもしれないです。で、問題は何かっていうと、じゃあ計算理論っていうのは、じゃあ計算機の理論じゃないんだったら何の理論なんだってことになるわけです。計算機ではない計算とは何なのかですね。計算っていうのを計算機がやるもんだっていうふうに皆さん思っていくかもしれないけども、そうとは限らないわけです。で、ちょっとそういう例をいくつか見ていきましょう。人間はまず計算を行います。で、今一番上に、このつまらない式が書いてあるんですけども、つまらないと言っちゃいけませんね。式があって、これは、その人間が使う、計算ルールを使って、ずっと計算進めていくと、最終的に、5分の1っていう、結果が得られるということになるわけですね。ルールっていうのは何かっていうと、例えば、この1プラス2、
ていうのがあったら、それを3に置き換える。とか、まあ、そういうことですね。まあ、そういう、その一つ一つのステップを踏んで、まあ、計算を行っていくわけです。人間が計算を行っていくわけです。で、まあ、一つ一つのステップ全部追っていくと、例えば、3マイナス4があったら、マイナス1に置き換えるとか、そういうことをこう一つ一つこう、やっていくわけですね。こんな感じです。で、最終的に5分の1を得られると。ということは、まあ人間、まあ皆さんだったらできる。皆さんだったらできる。ので、これは、まあ人間が計算を行っているわけですね。だから、まあ人間も計算を行うわけです。で、まあ、もちろん計算機も計算を行うと思っていて、例えば、これ、まあ下に書いてあるのは、これある種の加算機ですね。あ、これ ALU か。ALU ですね。ALU 皆さんご存知ですよね。大丈夫ですよね。その、算術演算を行う CPU におけるユニットですけども、まあ、CPU でもいいですかね。あの、計算機におけるユニットですけども、上に書いたのはハーフアダーですね。ハーフアダーを日本語で言うと何だったっけな。半加算機。でまあ、こういうのはその論理回路を使って、その論理素子を組み合わせることによって作ることができて、まあ、そういうことをやると、まあ、論理回路で計算ができるということになるわけですね。だからそういうその、まあ、基本的なものを組み合わせることによって計算ができるということは、人間だけがするんじゃなくて、こういうその論理回路、つまり計算機も行っているということになります。で、じゃあ実際こういうその論理素子っていうのが、どのようにこう作られているのかっていうと、我々が知っている計算機ではだいたいその電子的なものを使って作ってるわけです。まあ、それ次のページですね。まあ、こんな感じですね。例えば、その、アンド素子を実現するためには、この、ダイオードを使ったりとか、トランジスタを使ったりとか、まあ、いろんな方法で、このアンド素子を実現することができて、まあ、アンド素子だけではなくて、各種の素子が、この電気的な方法で実現されていて、まあ、それを組み合わせて、計算機が作られているというふうになるわけです。じゃあ、その、論理素子っていうのは、この電気的な方法でしか作れないのかっていうと、そういうわけでもないわけです。例えば、これ今、力学的な方法で実現するっていうことの一つの例を書いてて、これ何かっていうと、これはですね、アンド素子の実現なんですけど、これ、2個、ボールがあると思ってください。で、これ、ビリヤード玉。あと、持ってください。で、例えば、今、だから、こっちはこの入力、左側でまた入力1。下からあるのが入力2。で、出力が、ここですね。右上ですね。ここになると思ってください。で、論理回路の言葉で言うと、1っていうのが、ボールが動いてくる。書こうかな。1っていうのが、玉が動いてくる。で、0っていうのが、玉が動いてこない。っていうのに、まあ、なんだっけ、対応してるとしましょう。で、例えば、じゃあ、ちょっと今入力、1、2。ですね。今、例えば、左の方から玉が入ってくる。1ですね。で、下の方が玉が入ってこない。0っていう風になっているとすると、この、玉が入ってきたらどうなるかっていうと、それはそのままこう素通りします。で、素通りするので、出力のところには玉が動いてこないので、出力は0になります。これわかりますか？いいですか？じゃあ、もし玉が両方とも入ってきたら、ですね、これどうなるかってことをちょっと考えてもらいたいと思うんですね。で、これ実際にやってみると、ここが今絵が動くんですけど、ね、絵が動くと字が消えるんですけどね。やりますね。まあ、こんな感じで動いてきます。で、あるところでこれ衝突します。ビリヤード玉が。で、衝突してこれ反発するんですけども、反発してこうなって、で、今その黄色い方の玉は壁にぶつかって、動いてる方向を変えます。向きを変えます。で、こんな感じで動いてきます。で、今青い。ボールがですね、壁に当たって、また向きを変えます。しかもこれ喋ってる
スピードと皆さんが見ているスピードが違うかもしれないから、ちょっと待つ必要がありますね。今壁に当たっています。当たっています。はい。で、反発して、こんな感じで、また向き変えるんだけども、今、黄色と青のボールがまた当たりまして、反発します。で、反発することで、この黄色の球が折っていきすぎた。黄色の球がこの出口のところですね。この位置のところ、じゃなくて、出力のところに入ってきますから、出てきますから、ちゃんと位置というのが、できたと。いうことになります。だから、1と来たら、ちゃんと1が出ると。で、この出力が1になるのは、入力と出力が、大体入力、2つの入力が1の時だけなので、これは AND 組織を実現しているということになるわけです。だから、このように、その、ビリヤード玉というか、力学的な方法ですね、を使っても、論理組織っていうのは実現できるわけです。今、AND をやりましたけども、他の組織も同じような方法で実現ができます。これ分かりますか？今、これはビリヤードでやってるんですけども、だから原始的な方法じゃなくても、論理組織実現できるわけですね。で、こういうのいろいろあってですね、例えば、生命的な方法、物質的な方法でも実現できるっていうような論文があったりします。これ2018年、2018年の論文ですけども、そこに書いてあった図を持ってきてますけども、これはどんな感じかっていうと、二つの物質があって、この物質が何なのかよくわかんないんですけども、二つの物質があって、その二つの物質が両方ともあると、別の物質ができて、その別の物質を検出することによって、AND 組織を実現できる。そういうことが書いてあります。で、実際に、これ実験していて、その二つの物質があって、両方ともあるときには、たくさんその生成物が検出されるんだけども、片方しかなかったり、両方ともなかったりする場合には、あんまり検出されない。という形で実際にその実験的にも確かめている。ということですね。今、ここには AND 組織の、ものしか書いてませんけども、他の組織も同じような方法で実現できるということが論文に書いてあります。だから、論理組織を実現する方法っていうのは、我々が親しんでいる計算機の中に入っているような原始的な方法だけではなくて、力学的にも実現できるし、こういうその物質的な、生命的な方法でも実現できるし、他にもいろんな方法で実現できる可能性はあるわけです。いろいろと調べるとですね、たくさん出てきます。で、他には、皆さんの興味を引くかもしれないと思って持ってきているものがありまして、ゲームで論理組織を実現するとかっていう話があります。これ、左側は、これいわゆるマインクラフトってやつですね。マインクラフトの中にある構成物を使って論理組織を作って、その論理組織を組み合わせることによって、コンピューターを作ることができるっていうことがあったりとか、右側の方、これはあれですね。スーパーマリオメーカーですね。これ製品名言っていいのかな？もうでも言ってしまったからしょうがない。スーパーマリオメーカーですね。を使って論理組織とか、コンピューター作るっていうのがあります。これ YouTube の動画になってるんで、YouTube のリンクは、講義資料じゃなくて講義ページの方にも今は貼ってあると思うので、もし興味があったら見てみてください。で、できるって話が。ます。だから、今挙げたのは、原始的なものだけじゃなくて、力学的なビリヤードみたいなものとか、生命的な方法もあったり、あるいはそのゲームみたいなものを使っても、こういう論理組織とか、計算をするとかできるっていうことになるわけです。そうすると、その計算機に対する話と、言ってたんですけども、何をもって計算するのかっていうことは、難しい話かなっていうのも、ですね。今質問があって多分長かったのでコメントから切れてしまったんですけど、私の手元で繰り返すと、計算は現象とおっしゃってましたが、入出力の解釈は計算に含まれないということでしょうか。ですね、これはですね、難しい話です。解釈っていうのは人間が入ってくるところなので、人間がですね、それをどのように解釈するのかっていうところが、その計算を含むシステムの一部なのか、計算の外側かによって話が変わってきます。で、最近というか、だいぶ前からですけども、皆さんが生まれるぐらいかな、の頃から、割と量子計算っていう話が出てきてて、
ここになんか凌介さんって書くとなんかゲームが凌介さんに関係するように見えてしまっていけませんけども、後で消しますね。凌介さんって話があって、その、凌介っていうのはなかなか話が難しくて、その解釈とか、あるいはその、観測ですね。観測をする人って言ってるのかな、まあ、その観測機が、その、物理系、その実際に何か起こっているところと切り離して考えられるのかられないのかってことを割と真剣に考える話になるわけです。量子力学とか量子計算っていうのは。で、そこら辺の話っていうのはその量子計算の話では非常に重要なことになっていて、その話を目指すとちょっと難しい話になっていくので、この講義では扱わないということになります。で、実際にそういうことを真面目に考えることを量子計算とか、あと量子力学、的な効果を使った計算ということを考えるときには行ったりします。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。大丈夫か、量子計算を消しますね。実際はですね、なんか量子計算の話をすると、割とこの計算理論というか、その何をもって計算と呼ぶのかとかで、どのようにその自然を使って計算を実現するのかという話が如実に現れるので、それはそれで面白いんですけども、いかんせんですね。皆さんに、ね、その量子力学の、知識とかですね、そういうものをあんまり期待できない、期待できないって言っちゃいけませんね、想定することはできないので、まあそういう話をするのはちょっとこの3年生の段階では難しいかなというふうに今思っています。だからもしかしたら大学院とかでそういう授業があるかもしれないです。はい。で、じゃあ、ここまでのまとめ、簡単なまとめをしますね。まず一つ目。計算機だけが計算を行うわけではない。まあ、あるいはその、いろんなものを使って計算機を実現できる。これをですね、様々な対象が計算を行えるということです。で、そういう感じなので、我々に何が求められているのかっていうと、結局計算って何なのかってことをはっきりさせる必要があるわけです。計算機だけが計算をするわけじゃないので、我々がその計算っていう言葉で簡単に呼んでいるものの本質っていうのは何なのかってことは、こういう例を見てると、なんかよくわかんなくなってくるわけですね。で、そうすると求められているのは、計算について抽象的に語るための理論体系を作るっていう必要が出てきます。その計算って何なのかってことは、この第1回の講義のテーマなんだけども、実際計算が何なのかってことは、もうよくわかんないわけです。で、それを語るための理論体系っていうのを作るのが計算理論です。で、その話を1学期間やっていくっていうのが、この講義の流れというか、目標になります。で、ここで言っている、抽象的にっていうのは、まあ、我々にとっては、大体、数学的にっていうのを置き換えてもらっていいと思います。なんでかっていうと、その科学として何かを抽象的にやるときに使う方法論として、我々が今持っている一番強力なものが、数学的な方法だからです。だから、数学的に考えるってことになります。数学として計算を捉える。ってことをやって、この計算とは何なのかとか、その計算にまつわる現象を、理論立てて説明するってことを計算論ではしていきます。これが、この1学期間でやりたいことの、まあ、簡単なまとめになります。で、こんなものに全然興味ないよっていう人は、まあ、ここで、脱落というか、なんだろうな、脱落っていうことが多いんだな。なんでしょうね。まあ、そういうことですね。してもらっても構わないかなと思います。だから、内容としては、その数学的な話によるとなっていくんだけども、できる限り、講義の内容としては具体的になるようにしようかなというふうに思っています。で、じゃあ計算、我々がその思っている計算っていうのは、まあ、どんなことを行っているかなっていうと、まあ、なんか、その、まあ、計算機とか、あるいはなんかその、なんだろう、計算するものが、いて、それに対して入力があって、入力がなんか処理されて、その計算するところで処理されて、何か出力されるというふうに、まあ、計算というものを捉えることが多いかなっていう、まあ、気がするんですね。で、この処理の部分ですね。で、そこでやってることは計算だということを、まあ、思うことが多いかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、こういうものを数学的にもう少しちゃんと考えたいということにしたい。でそう思うと、このなんかその入力を処理して出力しているように見えるものっていうのは、いろんなところであるわけですね。先ほどのその計算機とかがやっているものは、まあ、計算だと言えるんだけども、おそらくこの枠組みに当てはめれば。
それ以外にも、なんかこの枠組みに当てはまるものっていうのはなんかあるかもしれないわけですね。で、そういうものを全部今ひっくるめて、計算というふうに呼びたいかなっていうような気がしてくるわけです。だから例えばなんか、坂道にボールを置いておいて、ボールを置いておいて、ボールを置いて、そのまま手を離すと坂道転がっていって、ボールどっかに行っちゃうって。それはなんかその坂道が処理してるっていうふうに言うのかどうかわかんないけども、だからボールを置くという入力があったときに、最終的にボールがどこに行くのかっていうのが主力があるっていうふうに思うと、なんかそういうなんか物理系っていうのが、まあ、計算してるんじゃないかなっていうふうに思えるかもしれないわけですよね。だからもしかしたらその坂道は計算するかもしれないわけです。この捉え方からすると。でそういうものを、その計算とみなすことで何かいいことができるかってことをまあ考えたいわけですね。で、まあ、この処理のことを大体我々アルゴリズムっていうふうに呼んでいます。だからまあアルゴリズムとは処理手順のことっていうのは、ここでは直感的に書いてますけども、まあ、皆さんはそのアルゴリズムとかっていうような形で勉強していたのは、おそらくその処理する部分が、そのいわゆる普通の計算機で、その普通の計算機によってどんな処理を行うのかっていうことの手順を示すものをアルゴリズムっていうふうに呼んでると思うんですけども、別にそれはその普通の計算機で動くものだからアルゴリズムという枠じゃなくって、そのなんかこの枠組みに乗るものが全部アルゴリズムなのかもしれないです。はい。で、おそらく皆さん今までこういろんな講義を受けてきたと思うんですけども、その計算理論っていうのは、計算理論って今から話をしていくものっていうのは割と抽象度が高いところにあります。で、幸いですね、この一類っていうのはですね、この抽象度が高いところから低いところまでも、割と広くですね、カリキュラム上カバーしています。それはカリキュラムとしてすごくうまくできているなというふうに思うことで、この抽象度って言ってるのは、下の方は、下っていうか、抽象度が低いのを、なんか、これレベルが低いって言っちゃいけないんだけども、だから、これなんか、まあ、物理に近い方ですよね。物理に近い方で、まあ、上の方は、まあ、物理に対比させて呼ぶならば、論理的というふうに呼ぶことが多いかもしれませんけど、まあ、論理層というか、論理に近い方ですね。で、まあ、その、低い方には、だいたいその、まあ、電気回路とか電子回路の話があったりして、まあ、それを組み合わせて論理回路を作って、それを組み合わせて CPU とか、作って、まあ、それを、その上になんか OS とかコンペラの話があって、その上にプログラミングの話があって、その上にアルゴリズムの話があって、まあ、そういう形で、まあ、階層立っているわけです。で、まあ、一番その抽象度が高いところの方に計算理論っていうのは位置づけられていて、まあ、割とこの今からやっていく話っていうのは抽象度が高い話になっていきます。で、皆さんの中にはプログラミング言語論を履修している人もいるかもしれませんけども、まあ、本来プログラミング言語論っていうのは割と抽象度が高い話で、計算理論と相性がいい話なんですけども、皆さんがどのようなプログラミング言語論、皆さんがどのようなプログラミング言語論って言っちゃいけないかな、プログラミング言語論で皆さんがどのようなことを勉強したのかってことを私自身がよく分かってないので、そのプログラミング言語論でやっていたような抽象度と同じような抽象度を計算理論が本当に講義として、持つかどうかは分からないんですけども、学問体系としては、まあ、割とこのプログラミング言語論と計算理論というのは親和性が高い、共通している部分も多い話になっています。はい。まあ、一人から一時的に異論もあるかもしれない。この並べ方は、私が勝手に並べたものなので、他の先生とか、皆さん自身は違う、その位置づけを思っているかもしれませんけども、まあ、いずれにせよ、計算理論っていうのは割と抽象度が高いところに、このカリキュラム上では位置しているということになります。ここにその入ってないカリキュラム上の科目は何なんだっていうふうに思われるかもしれませんけども、まあ、それではコンピュータサイエンスにないと言ってるわけじゃなくて、まあ、このその計算を理解するとか、計算機を理解するっていう位置づけにおいては、ちょっとここから離れるかなというものをちょっとここに入れてないという感じになっています。コンピュータネットワークっていう話が講義があるんですけど、ネットワークの話はですね、ちょっとここに入れるのは難しくって、ネットワークはですね、物理層から論理層まで全部やってるような話で、で、計算を理解するときにですね、ネットワークとか、その、並列性とか平行性を理解するっていうのは、また別の問題で大きな問題があるんですけども、その話は、この計算理論では扱わない
この計算理論というのは、講義としての計算理論では扱わないことになります。で、研究の分野としては、その計算理論とかプログラミング言語論で、ネットワーク上の計算とか、その並行性とか並列性を持った計算というのをどのように理論立てるのかということは、非常によく活発に議論されるものなんですけども、それは割と進んだ話になってくるので、まあ、この講義では扱わないという形になります。だから、ネットワークの話はちょっとこの枠組みからちょっと離れていると思ってくださいということになります。あるいはこの全体に流れている話になるという形になります。ここまで何かコメントとかありますか？いいですか？ペースは早いですか？それとも遅いですか？まあ、今、なんか話しかしてないので、話してから、なんか、なんだろう。雑談みたいなことしかしてない感じがするので、あんまり本質的な話はしてないかもしれませんけども、ちょっとガイダンス的な話になっているので、こんな感じでいいかな。よろしいでしょうか？で、じゃあちょっとここら辺から、もう少し、難しい話、このペースだときついかもしれません。そうですね。私割と話すスピードが速いと言われるかもしれないので、まあ、後で動画出てくるので、動画になるので、まあ、それでもう一度見直してもらったりとか、あるいはこれ、初めから動画で見てる人は、スピード調整できると思うので、まあ、それで、合わせてくださいということになります。まあ、ただね、リアルタイムに質問しようとすると、早すぎるときにどう止めたりしていいのかということがわかんないかもしれないので、まあ、早すぎる場合はちょっと、早いとかですね、もう少しゆっくりとか、そんな形のコメントをください。はい。じゃあ、この講義で何をするのかってことの話をまずしていきます。ちょっと時間が足りない気がしてきちゃったな。はい。まずですね、計算モデルっていう話があります。で、これは、次回やるんですけど、計算理論においては、よく議論される計算モデルっていうのが2つあります。で、一つは万能な計算モデルと言われているもので、まあ、これはですね、普通の計算理論の対象になります。で、この講義でもこの万能な計算モデルの話をします。で、万能っていうのは何なのかっていうことを言うのは、これはちょっと難しくて、これちゃんと講義でやっていかなくちゃいけないんだけども、まず、万能っていうのは何でもできるという意味ではありません。ということなんですね。万能っていうのは英語でですね、ユニバーサル。ユニバーサルっていう英語を訳して万能になっちゃったんですけど、まあ、ユニバーサルって英語が万能という意味を持っているとはあんまり思えないので、日本語としてですね、日本語の万能という言葉が意味するような内容をユニバーサルという英語が持っているとはあんまり思えないので、万能という訳語がですね、適当だったかどうかというのは、まあ、議論があるかもしれないんだけども、まあ、いずれにせよ、この万能計算モデルが万能だとかっていう、あるいはその万能計算とかっていうときには、何でもできるってことを意味するわけではないので、注意してください。だけども、万能なものを扱います。ユニバーサルなものを扱います。で、これですね、万能な計算モデルに対しては、主な理論が2つあります。で、1つが計算可能性理論と呼ばれているものですね。これが私前半担当するところでやるものです。で、これは万能な計算モデルで何ができて何ができないかってことを議論します。で、できるできないっていうのは原理的にです。そもそもの話をします。そもそもこの計算というもので何ができるのかできないのかってことを議論します。で、一方、この計算複雑性理論、後半でタリー先生が話す方の話は何かっていうと、議論するのは何かっていうと、その計算によって実用的に何ができるかできないかっていう話をします。ただ、こちらそもそも論ではなくって、その我々が普通に感じるできるできないとか、その実用的な話にしているかというと、もう一つの応用よりというか、実用的な話になってきます。だから、まあ、そもそも論ではない感じですね。で、この二つが、その原理的な話なのか、そもそも論なのか、もっとその応用に近いところの現実的な話なのかってことで、割と内容が違います。で、前半でやるのが、この、原理的な話になります。で、じゃあ、計算可能性理論っていうのは、もう一度言うと、その、原理的に何ができるかできないかってことを議論するというものになります。で、書いてありますね。ここで、原理的にできるとは、アルゴリズムが存在すると書いてありますね。
だからまあ言い方を変えるとですね、プログラミングできるとか、プログラムとして書ける。そういうことだと思ってください。っていう話は次回になりますけども。で、もうこの講義のハイライトを先に言ってしまうと、重要な事実ですね。原理的にできないことは存在する。何かをしようと思っても、そのプログラムを書いて、その問題が解けない。そういうようなことが存在します。これはそれが数学的に証明できます。だからなんかある問題があって、それに対してプログラムを作って解決したいと思っても、そもそもそういうプログラムが書けないって話をします。で、それを理解するのが前半の目標です。前半というのは私担当分の目標です。何が原理的にできないのか理解するってことと、なぜ原理的にできないのかってことを理解するって、この2つがあります。で、そのためにこの半年間、半年間じゃないです。この1学期間の講義の前半があると思ってください。で、この部分が計算可能性理論の基礎的な部分になります。ので、これを理解するということをやっていきます。これがその計算可能性理論、この講義の前半の目標になります。期待してください。はい。で、後半の話っていうのは計算複雑性理論で、実用的に何ができるかできないかってことの話をします。で、実用的にできるっていうのは何を意味するのかっていうと、これがですね、ややこしいんですね。その何をもって人々が実用的だと思うのか思わないのかっていうことが、まあ、解釈が分かれるわけです。だから、何をもって実用的だと思うのかってことは、まあ、文脈に依存するんですね。で、その文脈っていうのをちゃんと、与えるための概念が、計算における起源という概念です。で、まあ、まずこれを理解するのが、計算複雑性理論の第一歩になります。そうですね、この下ですね、後半の目標ですね、計算における資源の概念を理解する。ですね。で、まあ、資源としてよく出てくるのは、時間であったり、空間であったりするものになります。で、空間をできる、使う時間という資源をできるだけ小さくして計算を行いたいってことを考えるのが、計算複雑性理論でよく行われることです。で、その時に出てくる概念としてよくあるのが、多項式時間という概念です。で、これはその後半で扱うことになると思います。で、その資源を、のことを理解して、何が証明されるかというと、数学的に。何を証明されるかっていうと、原理的にはできるけども、実用的にはできないことが存在するってことが言えます。これも数学的に言えます。これ第1点で、2つ目は、その実用上、応用上よく現れる問題が実用的に解けるかどうか分かっていないっていう事実がある。これは証明するんじゃなくて、それをその証明しようとしても、今、未だに我々証明できてないことがあるってことの話があります。で、そういう現状があるってことを理解するのが重要です。で、これが、二つ目の目標になっていて、何かというと、この下の方、よく現れる問題が実用的に解けるかどうか分かってないっていうのは、数学の難問として、P vs NP 問題と呼ばれるものになってます。で、これがどういう問題なのかってことを正しく理解するっていうのは割と難しいです。これを誤解してる人は割といます。ので、それをちゃんとやるっていうのが、この後半の目標の2つ目になります。この P vs NP 問題と何なのかちゃんと理解するってことです。で、これがこの講義で1学期間やってきたことの、まとめというか、これを目標としてやっていくってことを今、お伝えしました。よろしいでしょうか。いいですか。ここの次は、その計算モデルと部分関数の話。私が P か NP、P と NP が等しいと思うかどうかってことは、これはですね、よく聞かれるんですけども、私はいつもお茶を濁してますね。どちらとも思ってない。ですね、どちらとも思ってないっていうのはあんまりよろしくないんですけども、ですね、たまに証明しちゃうんですよ、P イコール NP だことを研究していると。で、もちろん間違ってるんですけども、その証明は。ですね、
だから、まあ、だからといって P と NP だと信じてるわけでもないし、P と NP が同じでないと信じてるわけでもないので、うん、なんか割と私は中立ですね。どちらとも信じてないという感じだと思います。ちょっとですね、私また疲れてきたので、3分ぐらい休んでもよろしいでしょうか。じゃあもう一度またタイム出しますので、ちょっとじゃあ3分ちょっと休憩をして、じゃあまた3分後に再開します。はい、では時間ですので、再開しますね。よろしいでしょうか。ちょっと待って、ですね、じゃあ、ここから、本番というか、今まで割とそのガイダンス的な話だったんですけども、まだちょっと階段性の話続くんですが、計算モデルっていうのが何なのかっていうことをちょっとやっていきます。まあ、計算モデルをちゃんと定義するような言葉は我々まだ持ってないと思うんですけども、ですね、ちょっと待ってください。今、コメントが。はい、ですね、まあ、直感的に言うと、その計算主体。その計算しているものっていうのを数学的に抽象化したものです。その計算しているものっていうのを数学的に捉えるために使うものが計算モデルです。で、どのように数学を使うのかっていうのは、いろんなバリエーションがあります。これがですね、割とこの計算理論の議論を難しくしている要因である可能性があるんですけども、たくさん計算モデルがあります。はい。で、大きく分けて2つの種類のモデルがあると言ってしまって、私はいいのかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、よくそういうことを言われるので、機械によるモデルっていうのと関数によるモデルっていうのがあります。で、ここに重要な注意点が書いてありますね。
計算モデル、今言ったようにたくさんモデルがあるんですね。つまりその計算を数学的に捉えるためにどんな数学を使うのかということに関するバリエーションがたくさんあります。で、そうなんですけども、そうなので、計算モデル、どの計算モデルを使うのかによって、異なる計算理論が生まれます。だから、この講義、その、まあ、1学期間計算理論って講義やっていくんだけども、その中で、私自身はこの計算可能性理論の前半の部分では、ある一つの、計算モデルの話をします。で、この、今から、まあ、次回からなんですけども、使う計算モデルっていうのが、まあ、できる限り分かりやすいものを使おうと思うんですけども、別の計算モデルを使うと別の計算理論ができます。ので、だからその計算理論の本を見て、どの計算モデルを使っているのかによって、バリエーションがまたあるわけです。っていうのが、ややこしいんですね。しかし、計算可能性理論の本質は、どの計算モデルを使ってもあまり変わらないってことが知られてます。これは割と数学的な事実として知られてます。しかし、一方で、計算複雑性理論の本質は大きく変わる可能性があります。どの、計算モデルを使うのかによって。で、これは計算可能性理論と計算複雑性理論を割とその性質を分ける部分ではあるんですけども、まあ、私が担当する部分は計算可能性理論なので、まあ、その違いはあんまり考えないということになります。まあ、この話また2、3回後で出てきます。はい。で、まあ、そのよくある計算モデル、ちょっと名前だけ挙げるんですけども、その機械によるモデルとして、よくあるものとして、まあ、チューリング機械とか、ランダムアクセス機械とか、ありますね。カウンター機械とか、ポインター機械とか、まあ、ここら辺はあんまり、タグシステムとかですね。この辺はあんまり、まあ、メジャーじゃないかもしれませんけど、そういうのあります。ランダムアクセス機械っていうのは聞いたことある人いますか？ないですかね。わからない。ありますかね。ある人とない人と分かれるのかもしれませんね。おそらくですね、普通のアルゴリズムの授業でも実は計算モデルっていうのをちゃんと定義して議論しないと、その計算量とかですね、計算時間っていうのは厳密には議論できなくって、で、そこでよく使われる計算モデルはランダムアクセス機械です。だからアルゴリズムの本とか、割とその真面目に書かれた、真面目って何を言うんだろう。数学的にちゃんと書こうという意思を持って書かれた、アルゴリズムの本とかでは、はじめのところに計算モデルの話があって、よく使われている計算モデルはランダムアクセス機械になります。けども、まあ、そこら辺をちょっと、ごまかして書いてたりする本だと、あんまりそのあたりのことを書かないということもあります。はい。で、まあ、だから、まあ、ランダムアクセス機械っていうのは割とその、我々が想像する、コンピューターに近い、計算モデルになりますけど、まあ、それを数学的に抽象化したものになります。まあ、この話をしてると終わらなくなっちゃう。で、まあ、関数による計算モデルっていうのには、機能的関数とか、ラムダ計算とか、まあ、マルコフアルゴリズムがメジャーかどうかわかりませんけども、まあ、そういうものもあります。もしかしたらラムダ計算っていうのは、プログラミング言語論でやってるかもしれないんですけども、これ、プログラミング言語論を履修した人は、ラムダ計算っていうのをやったかどうかちょっと教えていただけますか？やりました？なるほど。じゃあ、まあ、だから、その皆さんには、ラムダ計算っていうのは、馴染みがあるものかもしれませんけども、ちなみに、ラムダ計算とラムダ式っていうのは、違う概念なので、ちょっと、注意するんですけども、まあ、まあ、いいや。そういうものが計算モデルとしてあります。で、この講義では、ある単純化したプログラミング言語、を計算モデルとして用います。だから、プログラミング言語っていうのは一応計算モデルなんですね。で、まあ、それがその機械的なものなのか、関数的なものなのかってことは、ちょっと立場が、そのプログラミング言語によって分かれるかもしれないんですけども、まあ、このプログラミング言語、ある単純化したものを計算モデルとして用いるって話を次回します。で、それによって計算可能性理論を組み立てていくということをします。で、
ここですね、質問した。計算というときには、自然数の組を自然数に移す部分関数の計算を交差対象とするということにします。その先ほどその入力があって、処理して、出力があるって、まあ、こういう図を書きましたけども、その入力として出てくるものが、入力として出てくるものが、自然数の組。で、出力が自然数である。まあ、そういう計算だけを扱います。で、まあ、別にその我々が見ている、普段親しんでいる計算っていうのは別に自然数の組を入力として自然数を出力するものだけではないというふうに思うんですけども、こういうふうにして数学的には一般性を失わない。一般性を失わないという言い方はちょっと数学的すぎるんですけども、まあ、こういうふうに考えて、大型差し支えないという話も後の方でします。というのは、まあ、よく現れるデータというのは自然数の組で表現できるという話をします。ので、まあ、このようなことをするということになります。で、今日の残りの時間、あと10分ぐらいしかないのか、困ったな。ちょっと全部できないかもしれない。この部分関数っていうのが何なのかってことの復習をします。いいでしょうか。はい。じゃあ、あと残りの時間はこの部分関数の話をしていきます。で、ここら辺から突然、まあ、数学的になるんですけども、まあ、数学を使って計算を扱うときにするので、数学的になるのは仕方がないんですけども、だから余分な話をしないようにすればいいですね。まずですね、自然数の定義します。で、先ほど自然数と言ってたものがあるんですけども、自然数っていうのは、0以上の整数のことを言います。ということにします。で、分野によってはですね、これ下に書いてあるんですけども、1以上の整数を自然数と定義することが、数学では多いです。けども、コンピュータサイエンスでは、0以上の整数を自然数と呼ぶことが多いので、まあ、ここでもそのようにします。まあ、本質はあまり変わらないかもしれないんですけども、0以上の自然数を、整数を自然数と呼ぶことにします。で、自然数全体の集合を、この白抜きの N という字で表します。自然数全体の集合っていうのは、自然数を全部集めてきて作った集合ということです。今後この N っていう記号をよく使いますから、これを見たら自然数を全部表していると思ってください。いいですか？で、部分関数を定義する前に、まず、関数っていうのは何だったかってことをちょっと思い出しましょう。関数っていうのは、まず、まあ、この下のような図を見てもらって、この矢印っていうのが、その A という集合の要素を B という集合のどの要素に移しているのかということを表していると思ってください。例えば、この右側の図だったら、1を3に移して、2を3に移して、3を4に移して、4を2に移してと。まあ、こういうことですね。で、そういうのが、そういう同じような図がもう2つあります。左側と真ん中と。で、今上に関数っていうのを定義してるんですけども、この関数の定義によると、この左側の図と真ん中の図が表しているのは関数ではないということになります。で、まあそれを確認するために、この関数の定義をちゃんと読んでみましょうということになります。で、何かというと、まずですね、この F っていうのは、A と B の、直積の部分集合というふうに書いています。まあ、直積が何だったかってことを忘れてるかもしれませんけど、例えばですね、この A が、この下の例のように、1、2、3、4という集合で、B も1、2、3、4ですね。のとき、ちょっと場所がないな。これはなんか、まあ、いいや、下に書くと、A かける B ってこの直積っていうのは何だったかっていうと、この A の要素と B の要素を一つずつ持ってきて、組にしたものを全部集めて集合です。例えば、1、1とか、1、2とか、1、3とか、
今、点々って書いてますけども、読む通り。まあ、こういう集合なわけです。で、まあ、それの部分集合を今、この F っていうふうに書いてるんですね。だから、今この3つ図があるんですけども、この3つの図は全部、その、この A×B っていう直積の部分集合を図示してるっていうふうに思ってほしいわけです。で、例えば、今、一番右の図だと、1から3に矢印があるっていうふうに書いてるんですけども、これは、その1、3っていう要素が、この F の中に入っているというふうに、まあ、見なしてくださいというふうに思ってます。はい。で、そういう記法を使ったときに、そうですね、任意のラージ A の要素 A に対して、ラージ B の要素 B が1位に存在して、1位がただ一つですね。ただ一つ存在して、この矢印がある。ってことが、これ関数であるとの定義です。で、これを左側と真ん中の数は満たしてないということを見ないといけないわけですね。例えば、左側の図っていうのは、この A の要素1っていうのを見ると、1に対して矢印が2に向かっているものと3に向かっているもの2つあります。だから、1という A の要素に対して、AB が F の要素となるような B の要素というのが1位に存在するんじゃなくて2つ存在しちゃってます。だから、関数ではないということになります。で、一方で、真ん中の図はどうなってるかっていうと、1を見ると、A の要素1を見ると、3、1個だけしか矢印ってないので、この B というのは1位に存在するんだけども、4を見ると1個もないので、1位に存在していないということは、1位に存在しているわけではないということになります。だから、真ん中の図のものは関数ではないと。だから、まあ書き方を、ちょっと、言い方難しいですけども、これ関数ではない、関数ではない、関数であると。ということにもなります。よろしいでしょうか。で、関数に対しては、この矢印があるとき、矢印があるときに、B のことを FA で書きます。ですね。先ほどのこれ、A ですけども、1から3に向かっているので、F1 イコール3と書くっていうのが、これ関数の、書き方です。で、このときに、その3というのは、1の値であると。いうのは次だったな。次のページですね。言います。で、まあ、関数の記法としては、ここにあるように、F コロン A 矢印 B と書くことになります。で、この A のことを、F の C 域、B のことを F の周域と呼ぶことが多いです。ので、まあ、ここでもこういうふうに呼んできます。よろしいですか？はい。じゃあ、次ですね。で、部分関数っていうのがあります。で、これをちゃんと、今日は理解していただきたいんですけども、部分関数は関数みたいなんですけども、この、任意の A に対してまでは同じなんだけども、その後に書いてあることが違って、ま、じゃあ、まずイメージで言います。イメージで言うと、この出てる、A の方から出てる矢印が2つある。のは2つ以上は許しません。だけども、この真ん中のですね、例のように、出ている矢印が1本であるか、または0である。ってことが全部満たされていれば、それは部分関数です。それは部分関数です。でそれをちゃんと書いたのが上のこの定義になります。任意の A に対して、AB が F の要素となるような B が存在しないか、存在するとしてもただ一つである。っていうのが、部分関数の定義です。いいですか？だから、ここからわかるのは、関数は部分関数である。出てる矢印が0個か1個だったら部分関数なんだけども、関数っていうのは出てる矢印の数は必ず1なわけです。1。なので、0でない
0になることはないんだけども、0か1であるって条件を満たすから、関数は微分関数です。いいですか？いいですか？で、先ほどと同じように、その、ですね、AB が F の要素であるときには、B を FA と書きます。で、今、ここでその部分関数の例ですね。これ部分関数の例ですけども、1は3に移って、2は3に移って、3は4に移るので、F1 は3、F2 は3、F3 は4と書きますけども、4という要素は何にも移ってないので、F4 はありません。ですか。で、部分関数の記法、今ここに書いてますけども、この、関数を書くときの矢印に、線を入れたものを使って部分関数を表すことにします。この書き方はあまり一般的であるとは言えないんですけども、まあ、いろんな部分関数の記法があるんですね、世の中には。でも、まあ、一つ使わないといけないんで、これを使うことにします。だから、この線がついているものを見たら、部分関数なんだなというふうに思ってください。ちょっと残り5分になったんですけども、ちょっと気にがいい、最後まであと 2、3 ページなのでやりますね。すいません。ここまでいいですか？はい。で、今後使っていく記法があるので、記号法ですね。これをちょっとちゃんと、これは理解していただきたいんですけども、FA、下矢印と書いたら、この FA が FA となるような値が存在することを表します。ちゃんと言うと、B イコール FA となるような B が存在するときには、この下矢印で書きます。で、一方で、そういうものがないとき、存在しないときには、A 矢印を使って書いて、そういうときには FA は定義されないと言ったりします。先ほどの例ですね。先ほどの例だと、A の要素1、2、3に対しては対応する B の要素があるので、1、2、3に対してはこの下矢印が成り立ちます。けども、4はその矢印言ってないから、4に対しては上矢印。だから F4 は定義されないということになります。ここから。ということになります。いいでしょうか。この書き方、この書き方ですね。この矢印の書き方は今後よく出てくるんですけども、まあ出てくるたびに初めのうちは注意しようと思います。注意っていう、補足しようと思います。まあ覚えられませんからね。はい。で、最後かなの方の話で、定義域という言葉があります。部分関数に対して定義域っていうのは、定義されていないわけではない要素を全部集めてきた集合です。これですね。A の要素を全部持ってくるんだけども、どういうものを持ってくるかっていうと、FA が定義されているところだけ持ってきます。っていうのが定義域、ドムの F です。先ほどの例の場合は、その値が定義されている A の要素っていうのは1、2、3なので、F の定義域は1、2、3です。集合です。いいですか？で、下に性質ってある、これが演習問題ですね。演習問題。これを言っておけば演習問題のところまでいけるとですね。部分関数に対して F が関数であることと、この F の定義域が地域 A と等しくなることが同値である。ということがわかります。ので、まあ、これは、まあ、定義に照らし合わせて、証明してみてください。よろしいでしょうか。あ、そうか。あと、これがあったな。これは言っとかないといけないですね。二つの部分関数が等しいことの定義があります。二つの関数、部分関数が等しいことの定義があります。で、それは何かっていうと、任意の A に対して、この1と2のどちらかが必ずされているところです。で、何かっていうと、どちらも定義されていて、かつ値が等しいか、どちらも定義されてない。っていうふうになっていると、この二つの部分関数 F と G は等しいと
言います。まあ、図で書くと、この図が同じになることっていうことなんですけども、まあ、それをちゃんと数学で Z として述べたのが上の定義になります。はい。まあ、この部分関数っていうのを今後その計算する対象として扱っていくということになります。はい。ちょっと残り5分残しておいたかったんですけども、ちょっとそういうふうになるのですいません。ですね、じゃあ、残りの時間っていうか、終わる前に、まあ、終わってからでもいいんですけども、授業の始めに言った通り、匿名のコメントを、フォームの方で出していって終わりにしてください。で、フォームがわかんない人、一応、クラスルームにも書いてあるんですけども、チャットの方にも出します。今日は。ここですね。今チャットの方にも出しましたので、ここで、匿名コメントは、書けますので、書いてください。すべてのコメントに目を通して、なんだっけ。回答もしたいと思いますので、よろしくお願いします。一応これはですね、回答期限があって、15時か14時50分、ちょっと忘れたんですけども、だから、あんまり、遅くなると回答できなくなるので、その前に、まあ、授業、終わった、その、フレッシュな気持ちで、回答をしてください。内容は、質問でも、感想でも、要望でも、雑談でも、文句でも、何でもいいので、よろしくお願いします。じゃあ、今日の授業はこれで終わりにします。また来週同じ時間でやりますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。